れ様です。今日はですね、こちら、ボンダイっていうメーカーなんですかね、シックアスオーバードライブ、これちょっとお借りして、ケンタブルス系って書いてましたね、ぽい感じ、まあ、コピーなのかちょっとそこら辺表現がちょっと分かんないですけど、まあ、前ちょっと弾いたんですけどね、その時の印象はまあいい音っていう、細かなとこ覚えてないんで、ちょっと今日弾いてみて、もう一回どんな感じか僕も再確認したいなと思いながら、まあ、なんかシンプルでいいっすよね。ここになんかキャラクター変えるようなこうスイッチがありの、もうあとはボリューム、レベル、ゲイン、ベース、トレブルっていうシンプルな、なんか俺こういうのが好きっすね。組んでそんないじらなくても大体音決まるみたいな。少し弾いてみたいと思います。クリーンこんな感じ。じゃあちょっとつけてみて、ほんでまあ最初全部一回真ん中ぐらいで、これでこんな感じだったっすね。あのコーティングされる感じ、かけっぱなしでなんかやるみたいなのもいいかもしれないちょっと一回キャラクター書きましょうか。今下やったんですけど、ちょっと上にしてみて、ハイが強く出んのかな。上の方がなんか意外と好きかな。このコーティングされる感じが、原因を上げてみましょうか。原因をなんかまあちょっとこれぐらいかな、出てますね。ちょっとベース上げた方が俺は好き。値段がね3万円台ぐらいで買えるみたいで、あのなんかデジマート見たらありましたね。別にめちゃくちゃ売り切れてるわけではない、ちょこちょこ売れてる感じで、単純にこれ俺は好きな音で、なんかこうペンタとかを弾きたくなる感じ、おしゃれになんか弾きたくなるような。ちょっと控えめにしたら、あのコードにしても綺麗だと思うし、こんな感じで
しいなと思いましたね。ちょっとチャンスがあれば買ってみようかなと思いましたけど。まあこういうジャンルとか、まあなんどういうジャンルなんでしょうね。ネオソウルっぽい感じ、まあブルースでも使えるやろうし、まあ幅広く使えるエフェクターだと思うので、まあもしよかったら、他にもね、なんか動画上がってる海外の動画多かったかな。俺もちょっと海外のやつ見て、日本の方でやってる人はなんかそこまで行ってなかったような気がするんですけど、まあ、細かくチェックしないで、まあよかったら他のね動画も参考にしていただいて、まあなんかこうギター弾くモチベーションを上げるツールにしてもらえばいいんじゃないでしょうか。まあこんな感じでいろいろアップしていきますね。毎日毎日やってますから、あのここは俺押したい。あのね、毎日やってるやつ結構少ないですよ、ギターの YouTube で。まあまあだから悩んでる話なんですけど、まあ、特に悩むないですけど、まあ、 あの毎日だいたい5時、ほぼ5時からやってますから、よかったらね、あの Twitter とかもやってますし、なんかいろいろこちょこちょやってますんで、あのね、今後ともねよろしくお願いします。